さあ今日のゲーム振り返ってみましょうか。ファイターズの先発ピッチャー中村、1回の裏2アウトランナーなしで内川、レフトスタンドにうまく運びました。ホークス先制1対0。そして2回の裏です。ノーアウト1塁からランナーの中村晃がこの吉村のレフトフライでも恐れずダブルプレー。これもちょっと一つのミスですね。やはり気流がねもう少し素早く戻らないといけませんね。そうなんですよね。3回の表ノーアウト1塁でここで大引きがショートゴロでダブルプレー。ここは武田がうまく3人で攻撃を終了させます。で3回の裏ワンアウトなしから柳田レフト前のヒットで内川が敬遠されていてフォアボールで満塁で2アウトで増田のショートライナー。ここも得点なりませんでした。で4回の表ノーアウトランナー2塁1塁ですがここでご覧のように陽大館空振り三振、永田空振りの三振ダブルプレーで4回の裏ワンアウト満塁でここで谷本が柳田三振、今宮もレフトフライでピンチをしのぎます。で回が6回の表ワンアウト二塁一塁から中島拓也セカンドゴロでこれでツーアウト三塁二塁となって陽大館のショートゴロ今宮が、いやね本当にこれは本当もう想像もつかないような投球でしたね。そしてランナーが一人残って中田3試合連続のホームランツーランホームランで4対1。このホームランがやはりやっぱり大きかったですね。で7回の裏ピッチャーが4番手の白村ですがここも三者凡退、6回も三者凡退です。内川も内野ゴロ。8回の表ワンアウトランナー2塁1塁でまた中田三塁線破ります。このタイムリーで1点を追加して、まあ、ダメ押し点を捉えましたホークス。これで5対19回は麻酔を持ってきて明石がセンターフライゲームセット5対1となってホークスが敗れました。山下さん、はい、試合終了後秋山監督のコメントです。まず点を取るところで取らないと、そして守るところで守る、まあ、そういうところで点が取れなかったりすると展開が変わるのが野球なんだということを話をしていました。そして今宮選手のエラーがありましたが、はい、まあ、できることを普通にやれるか、まあそこはバタバタするところじゃないんじゃないかなということですね。そして中田選手に今日もホームランが出ましたけれども、一番調子がいいバッターだと気になっているから、まあ、気をつけていかないといけないねと、まあ、明日からまた1試合ずつ総力戦でいきましょうということでした。